なぜ撃たなかった？なんだって？あの時奴が銃を持ってたらやられてた。なぜ撃たなかった？全ての情報が揃ってから決断する太刀じゃねえ。合理的な選択は心がけてるつもりだよ。判断する時間なんて一瞬だ。奴が俺を殺すことだってできたんだぞ。ああ悪いな。僕はてっきりあなたは百戦錬磨のタフな刑事だと思ってたんでね。あれぐらいどうってことないだろ。もうお役所に帰ったらどうだ、ノーマン。あいつだ。いかつ。ミロスラフ・コータだな。ブレイク警部補だ。聞きたいことがある。うわっ、草をぼさっとするな。逃げられるぞ。こら気をつけろ。おい大丈夫？ミスったぞ。危ない。判断相当早くしないと間に合わない。ちょっと！気をつけろ！よいしょ。こっち。丸。パツ。左だ。上か。よし。ほい。パツ。おい、気をつけろ！危ない。ナイス。うわ最低。危ない危ない危ない。すごいとこだな。怖いな。ナイス。やばい。強いなこの人。ああこれやばい。痛い。強いな FBI。 さすがだぜ。今度こそ折り紙殺人鬼を捕まえたみたいだな。疲れてるだろうけど。
持ってんだこの人。ああ喘息だったっけこの人。さて、何をしようとしてんだろう。直接置いてあるね。お腹でかーこの人。かわいいなー天下製品が。何を探してんだろう。というか何がしたいんだよ。ここじゃないか。寝るのかな。現役時代あれ違う息子さんの。いや違うな自分のだよな。じゃあこの絵面。寝ればいいのに疲れてるでしょ。あ誰か来た。許します。いや行かなきゃダメだな。どこだろう。これではないよな。これか。何か思い出したら連絡してって言ってたから直接声とは言ってないよ。ああ、ことを預かろう。飲み物は？ええ、水を一杯お願い。座ってなさい。水は？コップか。水道水です。ありがとう。思い出したことがあって、大したことじゃないけど、ジョニーがいなくなった日の朝に手紙が届いたの。手紙？どんな手紙だ。ジョニーの父親宛てだったわ。中身はわからないけど、封筒を開けてすぐに出て行った。彼とはそれっきりよ。
君はその手紙とジョニーの死が父親の失踪に関連していると思うんだね。手紙について他に何か覚えてる？ええ、なんとなく封筒を取っておいたの。これ主人公のとこにも投げるなよ。カーナビー地区から投函されている。ジョニーがいなくなる前の日だ。普通の手紙だ。住所を除いてはな。住所？古いタイプライターで打ってある。手がかりになるかもな。ありがとう、ローレン。何か分かったら知らせ。待って、あなたが犯人を探してる間ただ座って待ってるなんてできないわ。あなたが来てからずっと考えてたの。私も連れてって調査を手伝うわ。答えはノーだ。手伝わせてくれないなら封筒はあげないわ。どうするの？いいかい、この手の調査は危険なんだ。ボディーガードをする暇はないんだよ。どれだけ手がかりがあるの、シェルビーさん。この封筒が唯一の手がかりかもしれないのよ。わかった。時間を取らせてしまってごめんなさい、シェルビーさん。待った。君は大した人だな、ローレン。認めるよ。ただの母親よ。息子を殺した男を見つけたい、ただそれだけ。じゃあパートナーね。パートナーだ。大丈夫かね。君は車に残っていろ。私たちはパートナーでしょ。一緒に行くわ。ここに何しに来たの？ゴーディ・クレーマーに会いに。クレーマー？あのクレイマー建設の社長の？その息子だ。その人が折り紙殺人鬼なの？とりあえずはいくつか聞きたいことがあるだけだ。だろう。オーケー、用があったら行ってね。完備です。完備おじさん。ボディこっちじゃねえか。じゃあ、ゴーディに会いたいんだが。ゴーディは誰にも会わない。うせろ。とにかくスコット・シェルビーが話したがってると伝えてくれ。いいね。イライラするやつだな。俺が切れる前にうせろ。ゴーディ・クレーマーに会いたきゃ他の方法を考えないとダメか。失礼。ゴーディーを探してるんだな。ちょっと前に上に行ったわよ。もう下には降りてこないんじゃない？やっぱあそこ通るしかないかな。
他に失礼。コーディーどっかないかな、他に階段。うわお、絡まれた。あそこの男知ってる。あいつ君のこといろいろ言ってたぞ。なんて言ったんだ。あの野郎め、ただじゃおかれぞ。よし問題起こせ。てめえこのクセ野郎。すげえいい人そう。お前、俺の袋の悪口言ってたらしいじゃねえかよこの野郎。ああ、そうか。自分がタグだとでも思ってんだろ。ああ、お前。あ、おい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 。セルが。お前だ。お前に言ってんだよ。俺の袋がなんだって。俺に喧嘩売ろってのよ、ほら。俺が誰だか知ってるか？まだやってる。こっちじゃないか。こいつか？クレーマーさん、今いいところなんだ。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。折り紙殺人鬼の事件を調査しています。あなたにいくつか質問が。やべえなこいつ。ジョセフ・ブラウンに何が起こったのかお聞かせ願いたい。うせろ、聞こえたか。とっとと出てけ。何が知りたい。ジョセフがあなたのリムジンに乗ったという目撃情報がある。その後あの子は失踪した。あなたはすでに逮捕され尋問を受けたが、父親の圧力で事件はお見合い入りだ。あなたの言い分を聞かせてもらいたい。あのガキは迷子だった。家まで送ってやろうとしただけだ。警察が来たからちゃんと説明して誤解を解き釈放された。それだけだ。騒ぎ立てるようなことじゃない。違うか。いいかおい、あんたの話はまるで信用できん。口から出まかせだ。本当の話をしろ。いいだろう。俺が折り紙殺人鬼だ。なんだと。俺が犠牲者を車に乗せ雨水で溺れさせた。なんでこいつ知ってんの。それから手に折り紙を持たせ胸に蘭を乗せて荒れ地に死体を捨てた。なんでそんなことしたかって。退屈だったんだよシェルビーさん。クリエイティブで楽しい暇つぶしだろ。これで十分だろ。まだ不満か。インタビューは終わりだ。このバカ追い払え。うわ、やば。いって。ほい。そい。トン。そしてトン。ほら。ほら。トン。ポッケー。よし。
んたのやってるゲームはとても危険だ。俺の親父は知ってるだろ。あの人が指を一本上げればお前の命はおしまいだ。危険を恐れるべきなのはお前だ、俺じゃない。